中居正広、出川充電、出演情報、驚異の出川哲朗、人脈パワー。2017年4月に、出川哲朗、55、のゴールデン帯初の看板組としてスタートした、出川哲朗の充電させてもらえませんか？テレビ東京系、土曜19、54、20、54。当番組は、出川と同行ディレクターが、約2時間のフル充電で20キロの距離を走行可能な電動バイクに乗って、行く先々で交流する人々に、充電させてもらえませんか？と、バイクのバッテリーの充電をお願いしながら目的地を目指して旅をする。毎回ゲストと共に日本全国、時には海外を電動バイクで走る人気バラエティ番組だ。低予算でありながら視聴率が良く、当時間帯に放送していた、めちゃかけるにイケてる。フジテレビ系、を終了に追い込んだともっぱらです。今や、テレ東を代表する番組です。制作会社関係者。ツイッターに投稿された情報によると、この、充電してもらえませんか？のロケが5月26日に山形県天童市周辺で行われ、出川と共に、元スマップの中居正広、46、の姿もあったというのだ。ツイッターには、うちの近所にロケ来てた。中居くんのバイクだけ特別仕様のピンクで、中居正広、ってペイントされてた。出川さんと中居さんが炎天堂。山形にはさんまさんといい、スペシャルなゲストが来てくれますねーといったコメントが書き込まれている。出川と中居はプライベートでも20年以上の交流があり、一緒に神宮球場に野球観戦に行ったというエピソードもたびたび披露しています。今回、充電させてもらえませんか？に出演したのも、出川と中居の関係があってこそでしょうね。芸能プロ関係者。当番組には毎回様々な芸能人がゲストライダーとして出演しており、世界の果てまで行って Q。日本テレビ系、で出川と共演している、デブイ夫人、79、や、番組の大ファンだという俳優の唐沢俊明、55、など、大物芸能人も登場している。昨年7月14日の放送では、明石家さんまさん、63、が登場しました。さんまさんがテレビ東京の番組に出演するのは実に34年ぶりということで話題になりました。さんまさんは以前、恋の唐沢に、日本テレビ系の女性出演者が、将来は二流タレントになりたいと話した際に、二流って誰？と質問し、出川さんと答えると、出川は一流や、と突っ込みを入れたこともあります。それだけ高く評価している出川さんからの直接のオファーということで、充電させてもらえませんか？にも出演したんでしょう。この番組はゴールデンながら驚くほど低予算と言われています。さんまさんも中居さんも、間違いなく他局でもらっているような高額ギャラはこの番組では出ていないはず。にもかかわらず、二人以外にも大物が次々に出演するのも出川さんの人脈がなせる技でしょうね。放送作家。さんま、中居に続き、今後も驚きの大物の出演がありそうだ。まずは中居が出演する、充電させてもらえませんか？の放送を楽しみに待ちたい。